お仕事、配信やる前のお仕事がなんかあれかなって、あの巻くかなと思ってたらね、押しちゃったんだよねそんなことあるって思って、ごめんね。あ、なにこれ、ずっと好きだよって、ホゼット&坂道グループ行こう、生きがいさん、ありがとう。キューピット、いいね、キューピッド。あ、いつもありがとう、ありがとう、こちらこそ。あ、ホワイトデーだ、絶対そうだ、ホワイトデー。え、もしかしてリラックマからホワイトデーってこと？悲しいよ、リラックマ可愛かったなまあホワイトデーも可愛いんですけどね、なんかリボンくるくるで、うん、爆速お帰り、ただいま。でもその分ツイートをできるっていうことができたので、そう、帰りながらねツイートができたので、まあいっかいやー、本当はもうちょっと巻くかなーと思ったのにな、悔しいな、うん、疲れたな。ホワイトデー何が欲しい？ホワイトデーはね、マカロンマカロンが欲しいです。よろしくお願いします、こちらに送ってくださいマカロンこちらに待ってます。ひなちゃんからいつも愛をもらっている皆さん、ゼロにマカロン送ってください相変わらず忙しいですね、やばいよ。明日もね、本当はなんかもう4時半ぐらいに起きなきゃいけないんだけど、でもなんかもういいやと思って、もういいよ、日向ショールームするもんと思ってショールームやってるのそう、いや別に早起きを諦めてるわけじゃないんだけど、ちゃんと早起きをするんだけど、でもなんかもういいやみたいな、もうショールームやる、なんかショールームやりたいと思って、なんかショールームやってる、うん、早く寝た方がいいのにね。いいよ別に、そう、1時間だけやろうかなって思っております。まあ15分から始めたとして11時15分に終われるので、はい、心配しないで、うん、アイドルの朝早いお坊さん並みに早い、そう、お坊さん並みの速さでお仕事に行きます。でも明日すごい楽しみなあのお仕事なのでそう、インスタのストーリーに匂わせておこうかな、ストーリーに匂わせるの好きだからな、ひな、うん、何、なんかこれすごいね、これはな、どういう意味があってこのパンダさんはこの位置を持ってるんだろう、どういう意味を持って、なんかすごいな、なんかタワーぐらいのでかさの勢いあるけど、このパンダさんどうしてこんなにでかいのかっていうのと、どういう意味を持って1位ってやってるのか教えてほしいな、これ、うん、なんだこれは、うん、そう、言わせてくれるの好き、ちゃんとなんかみんなが喜んでくれそうなお仕事はね、ちゃんとね言わせてねそう、いきますからね、うんうん、なんだこれ、謎だ、なんだこれこのタワーぐらいの大きさで来るのが面白くない何なのこれ本当に、うん、大きさがタワーなんよ、ちょっと1円じゃないよこの大きさは、もうタワーの大きさしとるよ完全にでも多分すぐ消えるよこれ1円だからすぐ消えるよこれ
1円タワーみたいな感じなのかな、これもしかして。あ、1円だから1って思ってんの、もしかしてこれ。ちょっとそういうことだきっと。うんねえみんなすごい送ってくれるけどタワーぐらいの勢いない、本当にでかさがなんかこの辺まで埋もれてしまうもん、ひなちゃんが。うんね、そう、ああ消えちゃったすぐ消えちゃった何の遊びしてんの、うん、いいから、うん、いいからいいから。ショールームの番組で実はタワーと同じ値段だったりしてそれ投げた人みんなビビっちゃうから、もうみんなもうビビりすぎてもうダメだ、それショールーム今閉じちゃうぐらいのレベルでビビっちゃうから、それ。うん、他の人の配信でも流行ってる1円タワー流行ってるんだね。うん、かなり目立てるもんねこれやったらね、確かに。すぐ消えちゃうけど、うん、そう、ショールーム3月はやったかな、やってないかな、え、3月1日にやった気がするな。うん、さすがにやってるはずね。最近はね、あの人送ってくれるんだ最近はあのバズリズムさんに出演したりとか、あとベニューさんに出演できたりとかしまして、その息をする心をねテレビで披露できて嬉しい。まだ発売されてないのにこうやってねテレビで披露できるのは、こう前回の花だれを皆さんがいっぱい広めてくれたおかげですね。うん、あと発売後にもねまたウィークリーランキングとか、そうまた優先ランキングとかでもいっぱいねみんなに聞いてもらったらまた出演できるかもしれないので、ぜひぜひ発売後もよろしくお願いいたします。うん、やちゃんやった嬉しい、可愛いよね衣装がさ、白衣装なんですけどなんかこう可愛いなって衣装思いました。やちゃん見たけど録画した分、うん、あざとい一言がいいなって、あ、そう、なんかベニスさんのツイッターにの動画が載るはずまだ載ってないかな、載ってた、そうみんなちゃんと披露したのを動画で撮ってるのでね、また載るはずそう、え、ベニューさんのインスタ見たいな、あのひながあやとりしてるやつ見た、私あやとりできるんですよ実は、これひそかな特技なんですけど、あの1枚目のひなちゃんがやってるのが滑り台で、2枚目のひなちゃんがやってるのが亀です。そう、あやとり見た、そう現実はできるんですよ、ももちゃんの特技奪っちゃうことになっちゃうので、ずっとひそかな特技としてそう、あ、ババちゃんにあやとり習ったの、あのね幼馴染でなんか遊ぶ
遊んでる時に誰かが教えてくれたんですよね、幼なじみのお母さんかお父さんの誰かが教えてくれて、それでできるんですよね。なんか今あやとりにできそうなものがないんやけど、ないな。なんかできそうなのがあったら見せてあげたいんだけど、ないな今。うん操りの日もよく覚えてるね。めっちゃやってたんよ、なんかもうハマりにハマってた操りその小さい時に。そうしりとりしながら操りできるって、それはどうだろうかできると思う。でも喋りながら全然できる。うん、なんかやっぱりなんかありそうなんだけど、できそうな、なんだないか、しようもみんなに見せたかった。ここにあるマスクの紐じゃできないもんな、この紐じゃ短いもんな、長い紐ないや。うん、俺紐になります。紐ちょっとなんかそれは違う意味で聞こえるなんかそれはちょっと違う意味に聞こえるけど、うん、後ろにある紐ってリボンのこと、これは外すことはできない、大事なリボンなんだ、これは外すことができない、これは。うん、うん、ねえ、そう、かわいいから外しちゃったらもったいないから気になるけこれ、ほんまにこれタワーぐらいの勢いで来るこのおもろい。うん、ねえ、なんか特技って難しいよな。みんな特技なんですかって言われたらなんて答えるの、面接みたいになっちゃった。うんうん、昔は縄跳びが得意だった。すごい、あれできる人、あの三重跳び三重跳びできる人、なんか学校のクラスの中でリーダーみたいな。あっ、タンピロリン、うん、ジャグリングってなんだっけ、え、なんだっけ、ジャグリングってなんだっけ、忘れちゃった勢いがすごいけど、うん、そう、縄跳び検定ってあった、何それなかったの。あ、お手玉みたいなやつか、それだ。うん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 、お手玉、お手玉、お手玉、まあできないな、特技一括払いいい特技だね。うん、やつのビートで頭皮も見たいって、ちょっと頑張って覚えるね。とりあえずポップネタタタタタタンタン、やーチークってやつでしょ、頑張って覚えるね。うん、そう、 TikTok あげないと、あげたいのがあるのにあげれてない、なんかタイミングがおおおってなってる人は。うんうん、あら、ほんとゆらぎちゃんずっと好きだよ、ありがとう、こっちか、
ューピッド、うん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 、ね、TikTok 大量投稿あって、せっかくならなんか貯めてなんか毎日できるぐらいの勢いで出したいんやけど、そう難しい、頑張るね、うん、ね、うん、大変よ、うん、大変、君を好きになって僕は泣くになった、普通に乗みんなは覚えた？息をする心の振り付け覚えた？あ、でもなんかあのベニューのやつで、あのなんか4番目に並んでるのがヒナっていうのをすぐに分かってる人がいて、すごいなと思った。そう、ヒナってさえ何番目に並んでるかちょっと分からんかったよ、ほんまに。ユミリンの横って思ってたかな。そう、ユミリンの横って思ってたから何番目に並んどるか日向でさえ分からんかったのに、怖っそれ分かるの怖っって思った。今日あと今日する心の振り付けしとったな、レッスンしとったな。あのファンの人で好きだの時の足が上がるんですけど、それが4でつくのか5でつくのかどっちだみたいなのを聞いてきた人がいたらしくて、へメンバーメンバーなの、あなたメンバー、本当によく見てるわ、みんなね、見すぎ見すぎよ、うん、NHK の動画見ました、素晴らしかったです、嬉しい、ありがとう、ありがとう、うん、うん、そう、めっちゃガチ、めっちゃガチで見てるんだなって伝わってきましたね、うん、ダバーン、トン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 、トントントン、6人バージョンと16人バージョンが違いすぎてつらい今東京でチャートリーができるのは嬉しいなって思っております。そう、なんかずっとやりたかったんですよ、うん、ね、声出しもできるしね、あ、なんかリリーベとかでもね、あのいろんなところに行けるの、いちいちチャートリでも行けるんじゃんと思って、あら、ひらつぐさんずっと大好きだよ、ありがとう、うん、そう、声出しキャパシティとか言ってほしいな、キャパキャパキャパ
西宮ひなておらんかった。そうおらんところもあるけんね、あのちゃんと確認してね、メンバーそうひなちゃんがおらんしゅんってなっちゃうからね、行ってから行ってからおるかな、おるかなうんって思っていたらおらんしゅんってなるかもしれんけん。うんとキョンちゃんと伊藤先生呼びに行くよって、うれしい、コールしてくれるなぁ思い出して、コールを思い出すの皆さん当日のリリーベのミニライブでもこうやってできるんでめっちゃ楽しいって、いいね、結構来てくれるんじゃない、みんながこう来て、それでその中で声出しができるのいいね、楽しみ。コールしたことないから隣の人見るどうするの、隣の人もゴールしたことなかったな。予習復習ですよ。うん、うん、ね、皆様どうしたの、どうかしましたか、皆様でございます。うん、そう、もう声のコールめっちゃ緊張しみんな初めてのコールは緊張するなの、今言わない、かおいおい、どっちか迷う時あります、あれね、なんかハイの時もあるしおいの時もあるみたいな、いつも思いながらやって、聞いてと思いながら、確かにそう、メンバーが煽る時ははいって言うようにしてるんですよ、可愛いからそっちの方が。でも別にファンの人はおいでもいいじゃんね、アンコールとか入れないんだね、アンコールって言ってね そう、可愛くコールしたい、可愛くコールしたい、じゃあハイの方がいいかな、うん、アンコール行くぞーっていうのもできるんや、誰が言うんやろうか声でコールできる曲は何だろうね、何だろうね、盛り上がる曲いっぱいだからね、結構、うん、あの引っ張る人結構大変そう、結構じゃない結構じゃない、もうめっちゃ大変だと思うよ、うん、
自己紹介の時にユーサーが一番可愛いよって大声出しちゃうよってあったな、そういえば懐かしい。やちゃん、いや、いつかアンコール発動してみる。裏かな、アンコール行こぞー、アンコール裏から言おうか。最近さ、息をする心の衣装が白で可愛いの影響か、もうめっちゃ白い服を買ってしまう傾向があって、っていうかこう、なんかこう春春物がなんか白、ピンク、黄色みたいな、そういうのばっかりなんよ。ゆきんさんもなんか白、ピンクとかいうのばっかり買って特に白ばっかり買っちゃう、やばいやばい、うん、じゃあめっちゃ白に合ってるって嬉しいね、影響されて白似合うって言われるのを真に受けて白ばっかり買っちゃう、うん、助けて。そう、うん、白集めちゃおう。そう、白かわいいなって。今着てる黒も美しいよ今日は黒だったけど、ここ、これが白、プリントが白、黒白、うん、パーカーをね、結構捨てたんですよ。バイバーイしたんですけど、そう、なんてかって言ったの、クシュちゃんの花と口のリバーティーエンジさんのやつがもう全種類あったらもういらんかなと思ってもう好きなのはクシュちゃんとリバーティーエンジさんのやつで、もう生きていけるやんと思って、うん、どうしよう、ってなって結構捨てました。青欲しくなりました。今日のツイート見たな、青は結構こう目立つ色なので、公演の時にひなちゃんがレスしやすい色なのでね、ぜひぜひ。ルックブックしようと思ってて、インスタのあのインスタライブか、インスタライブで、でもね、17日ぐらいにあの違うサイズが届く予定なので、ちょっとギリギリになっちゃうんですけど、まあその辺でできたらいいなって思ってます。そう、買います、買ってねうん、定期的にせないと服置く場所なくなる。いや本当にそうなんよ。もう ももちゃんにもうほぼ全てあげてるんですけど、そう、もう本当に段ボール4箱とかであげるので、マジで
困ってると思う。うん、嬉しいです、皆さん嬉しいですって言ってくれるけど絶対に困ってる、うん、でもダメなの、もうパンパンで衣装部屋、衣装部屋減らさないといけない、うん、減らさないと減らさないと、うん、そう、ルックブックワクワクルックブックワクワクしててね、うん、うん、他の子にはあげないの、なんかサイズとあのひやちゃんのこのフリフリアイドル系の服をよく着るので、ちょっとそういうのが着る子ってなるとちょっとももちゃんってなっちゃうんですよね、うん、そう、そうなの、系統、服の系統とか、3期生、確かに3期生が入ってきたな、おもちゃ以外にもあげれるね、わからんけど、ひなぐらいの身長でひなみたいな服が好きな子が入るかわからんけどね、うん、ワンチャンス、ワンチャンス、ワンチャンス、うん、うん、でも絶対に年下の子は入ってくるだろうか、可愛いだろうな、うん、バブバブが入ってくるかしら、うちの大型犬に着せるのでくださいいいけどね、うん、いいけどね、大型犬と同じサイズなのちょっと面白いけど、うん、うん、ね、ゆうちゃんが一番可愛いバブだよ、うん、なつはもう二十歳だからバブじゃないんだよ、ん、知ってる、ゆうちゃんよりバブとは、ん、ゆうちゃんは二十歳だから全然バブじゃないよ、うん、ダメだよ、うん、大人だか、うん、死者誤入すればさまあ確かに今のね、こう時代的には100歳まで生きるぞみたいなのはあるけれども、でもひなちゃんは大人だよひなちゃん、高い高いできないのか、結構前からできないよ、うん、まあでもこう君の筋肉量によるかもね、うん、筋肉ムキムキだったらね、ひなちゃんのこと高い高いでいつでもできるからギャップ萌えあるのよ、きっとひなちゃんでギャップ萌えあるかな、あるフフ自分でも分からなくてあるのうん
ちゃんもミルク卒業いつの話をしてるんだ。その時のひなちゃん知らないだろうが。おいおい、低い低い、懐かしい。高い高い、低い低い、高い高いってやってたり喜んでた妹ちゃん、妹ピオ。懐かしい。お姫様抱っこイベント、お姫様抱っこイベントがあるってなったらね、嫌だね。うん、だってもしこう違うメンバーに行けるみたいなやつだったら重かったみたいな話するでしょ。何々ちゃんの方が重かったって話するんですよ。嫌だね。うん、ひなちゃんは参加しません。ひなちゃんは参加しません。うん、ひなちゃんがする方ひなちゃんは持ち上げられません。ほんと筋肉量が少なくて、私マジで筋肉ないんですよ。もうねダメなの。もうねこんな踊ってんのにね、これ踊ってるってもうほんと関係ないんだなって思う。うん、全然ないんですよね。ほんと困っちゃう。生大地さんに、岩田さんは多分ちょっとねジムとかに行ってもあんまり筋肉がつかないということに生大地の人に言われて、私はショック。でも確かに、うん、頑張り、頑張ってる、おんぶでいるす。おんぶ、おんぶ、おんぶはでもできるかもしれない。意外とおんぶの方が簡単なイメージある。うん、腰弱いから無理なさ。確かにいいな。今背中弱いから無理な。そうだ、パキってなっちゃうからぎっくり背中起きてるからってなっちゃうから。騎馬戦とかでさ、大変だよねあれ。今どこの人が一番大変なんだろうなと思ったけど、どこの人も大変だった。うん、あれ大変だよね。うん、いや本当に大変だったもん。うん、休むと思ったもん本当に。すぐ休むから。そう、本当に体育祭出たくない、本当に練習も出たくないと思ってたかな。うん、
多分昨日右横とかの人だった。そう、気まずいの時にね、本当にもう早く死にたいのもう私の腕が限界早く死にたい待ってた、うん、こんなに気合がない人はなかなかいないと思うぐらい気合がなかったの、体育祭に関しては。そうSTU 運動会があったら多分気合を入れれるんだけど、もう本当にもう学校の体育祭は本当に気合がなかったね。うん、ね、ダンスしてる時とかの方が楽しいんだけどね、うん、それ以外はちょっと大変だったな。うん、上は上でプレッシャー半端ないしね。そう、プレッシャーと怪我をしたらどうしようって思ってしまう。うん、月はこの体操服姿しか見てなかった記憶あります。ダメだよ、うん、うん、まあダメじゃないけど、うん、うん、そう、チアガールでもよ、そう、そっちの方がねもうよかったな。なんか係があるじゃん、あのなんかなんか多分なんか片付ける係とかさ、この種目でなんかこれを準備する係みたいなやつあるじゃん、体育祭、体育祭運動会の時にあるじゃん、なんか覚えてるみんななんか放送係みたいな、なんかそういうあるじゃん、なんか点数やる係みたいな、あの係をするのすらひなめんどくさくって、あの応援団になったら係せんでよかったんよ、やけ応援団になった記憶があるよね、うん、ふれーふれーた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 ーってやってたんよ、くしゅげがついてたけど、その係をするのがめんどくさくて応援団に会えたんよ。本当にもう動機がやる気なさすぎて応援団に向いてない動機でごめんなさい、うん、そう、うん、そう、一回だけねあるんですよ、おめおめのじゃないよ、お、あのダンスみたいな感じだこれこれやるだけで終わろうよ。そう、係はなんかバタバタ汗汗みたいな感じだったんよ、本当に家の中では、あ、これするだけかと思って、そうやってた、うん、不純な動機、本当に体育祭運動会嫌いだったなっていう思い出が運動が得意だったらね楽しかったんだろうけどね、運動が得意じゃない人はね辛いだけ。そう、うん、放送が一番楽なの、嘘だ、だってずっと読まないといけないじゃん、ね、大変だよ。頑張れーって言うだけだもん。
命に応援されたら何でもできる嬉しいな。うん、いやちゃんの待って深いの？深いよ。女子と二人三脚楽しかった青春だね。右からやるよ。いい、せーの、一、二青春だ。二人三脚男子とやることはなかったの。多分女子女子男子男子だった気がするの。うん、逆にテンション上がった学校行事は、え、待ってよ、テンション上がった学校行事、え、待ってよ、え、え、なんだろうね。あ、でも音楽会ね。でも学園さん文化祭を経験してないのよ。本当に高校生活というものはあの通信制だったからほんまに経験してないので。そうだから、あの小学校の音楽会であの木琴をやったことが結構テンション上がりましたね。そう、木琴楽しいなと思ってやったから、ポポ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 ポ木琴を叩いたことを、うん、少しテンションが上がりながらやっておりました。うん、うん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 、そう、木琴の日の木琴の日のしてましたね。でも基本的にはあの目立つことがちょっとあのイヒっていうタイプのあの陰キャだったので、そう基本的には大人数がやるリコーダー、あの鍵盤ハーモニカに参戦してましたが、でもちょっともちょっとだけ目立っちゃうみたいな気持ちで木琴やったあの頃、うん、楽しかったです。はい、鉄筋じゃなかった、ね、でも鉄筋も同じでしょうね多分ね。うん、そう、やんちゃんの青春ステイナの格好焼きでしょ。私の青春はみんなの過ごすことだから。うん、そう、あ、でもあれもやったかもな。あれなんていうんだっけ、あれ二段になってるピアノなんていうんだっけ。いや、それもやらなかったんかな結局。なんかやったやってない記憶が曖昧すぎて。うん、エレクトーンか、エレクトーンだ。エレクトーンやった記憶もあるし、やってない気もする。うん、どっちだったんだろうね。やったのかな、やったのかな、それともなんか友達に教えてたのかな。なんだったんだろう。エレクトーンやっていた記憶とやってない記憶うん、ピアノで猫踏んじゃった、楽しいよね、わかる猫踏んじゃった、なんで覚えたのか分からずできてたもんな、謎に。うん、ピアノやってたからね、やってた気もするしね。でもね、それはただね教えてた気もするのよ友達に。だからもうどっちなんだろうねちょっと記憶が曖昧になってる。うん、うん、そう習ってたからね。どっちだったかな、どっちだったか
じゃあ吹奏楽とか似合いそう。吹奏楽はねやろうと思ったんだけど、あの腹筋とかするよと言われてやめました。はい。なんならランニングするよとか言われてやめましたね私。うん。えみたいな。マジかみたいな。音楽やるだけじゃないんかみたいな。本当に動きたくない人だね。うん。マジか。なったんよ。そう、意外と体育会系。しかも結構休みがないんですよ。吹奏楽部に入ったらもう絶対にやだーってなってた。うん。うん。そう、絶対にやだ。運動部あれ運動部やね。いや本当にすごい。でもそう、甲子園とかなんかそういうコンクールとかの動画映像を見ると、あすごい青春っていいってなる。だからいいのはそうね、なんかねすごいと思うけどね、本当に才能。うん、さすが帰宅部でしたな。本当にひなだけしか許されてないレベルでなぜか帰宅部だったんだよね。中学の子ひなだけ何も入ってない。言い訳に作ってたな。そうですね、ちょっと習い事があって。これです。はい、ほんまに特別枠やったんよ。そう、ひなちゃんだけ入らんかった。そうですね、ちょっと無理。先生に声を、え部活入らないんですか、ね、早く出してくださいみたいな。紙出してください。いやちょっと習い事が忙しい、ちょっと無理。無理っぽいかな。はい、ヤンキーじゃないよ、ヤンキーじゃなかった。うん、マジでヤンキーじゃなかったんや。もうそう、でもそこだけはもうほんまに帰宅部を貫き通した。うん、ちょっと不良みたいな。その時だけちょっと謎の不良みたいなね。そうそう、ギャウじゃなかった。うん、ギャウじゃなかったんだけど、どうしても入れた。うん、学年が上がるたびにね、出してくださいみたいな、何日までに部活動を決めて出してくださいみたいな紙を渡されてね、そのために私は絶対に出さなかった。そう、うん、ちょっと習い事、ずっとまだ決めてなくって、はい。うん、ちょっとヤンキーだったかな。マジで陰キャだったけどね。うん、そう、マジで帰宅部の陰キャ。うん、
一匹赤いじゃなくて一匹うさぎ、一匹うさぎしてました。そう、仮入部全くしたことない、本当に、そう本当に避けて通った道、部活気まずいよ。なんか体育祭の時に、それこそ体育祭の時に毎年あるじゃん、体育祭でいて、なんか部活動の更新の時になんか夕方だけなんかあいつ元気なのに、なんかそう、そうそう別に元気なのに何もこうわずらってないのに、あいつだけなんか更新出ないみたいな、なんかそういうのあったね。なんかそう、マジで一匹ピオちゃん、うん、一匹ウサギやってました。マジでその時は影を薄くしてたけどね、うん、そう、マジでその時影を薄くしてたから、そう、あんまバレなかったね、うん。そう、たまにちょっと親しい中の子に、え？みたいな、そう入ってないもんねみたいな、あそっかみたいな行かないのかみたいな会話があった。うん、でも透明人間なんだ私、こう何々部みたいな、おお更新しとるなーって気持ち休憩タイム入ってましたけど、そうそう、ステースキーのあるのすごいでしょ、その時はもう透明人間になって見てました。うん、いいよ部活やってなくても、今普通に生きてられるからいいんだもんいいんだもん、うん、そのひなちゃんは今ステージにダンスしてるの、すげえだから本当にすごいね、ひなちゃんがアイドルになれたっていうことは、うん、うん、そう今目立とうと思って頑張ってるの本当にすごいことなんですよ、驚き。筋トレもある、そう、ダンスレッスン始まる前に筋トレやった、歌って踊ること自体がもう筋トレみたいなもんですが、うん、すごいできて、すごいうん、努力努力です。ほんとだ、まもなく1時間なので、あいいあいいあのランキング見たいと思いますおいおいってなっちゃった。うーんと審査員がアッキーさん、アッキーさんのことが好きなさん、ゼミがハナちゃん大好きなあそうちゃんちちにちちおさん、みちちおさんのことが好きだぞー、ちつさん、いなちゃん、しかーん、ラブ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 、けいせっとぎょうかまさん、ひなちゃんの帰宅部はて、なに鉄塔鉄尾合ってるの理由がすごいえ、そうなんですよ、絶対やりたくなかったっけ反抗期、ハチホホホさん、ホホホさんのことが好きだそう、名前神戸のドリーさん、ハチオツピオ明日よ、激早応援してるそうって、ありがとう、頑張るね、福井ハンスト、いなちゃんいつもえらい、うん、うれしい、ガイヤコツナさん、ヤコツナさんのことが好きだそう、ポンタヒラアキちゃん、ポンタヒラアキちゃんのことが好
好きなさん。3位平次さん、平次さんのことが好きなさん。2位さむきさん、ひなが俺のオンリーワンイコール1円一時引く1000回投げました好きって、あの1円玉そんなやったの頑張ったねありがとうね、びっくりそして1位がドルルルルパパーンホテタンのスカミジグループイコールキアイさんです。企画ワードあやとりたんじゃんいやそうあやとり、あやとりでも持ってないよね、これでできるかこれできるかもしれん、そうなんかいつかあやとり披露するね機会があればだけど、はい、ではでは、まあ、パチパチありがとうございます。皆様スペシャルギフトコメントありがとうございました。読めてない皆さんもありがとう。読まれなかった皆さんもね、まだフォローしてなかったらフォローして、次の配信で読まれるかもしれないのでまた会いに来てね。そしてツイッター、インスタグラム、TikTok のフォローよろしくお願いいたします。はい、あ、そうですね、お話し会が決済のタイムなのかしら、お話し会申し込んだ方は忘れずに、はい、約束ちゃんとしてください。うん、ではではまた会いましょう皆さん。明日はひなちゃんは4時半に起きるんですけど、皆さんも頑張って早起きしてね。